E プロとは、ペイシェントリポーティッドアウトカム、患者報告アウトカムのことです。実地医療臨床試験においても、患者さんが医療者に自らの状況を伝えることはとても重要です。実際に医療者の評価と患者さん自身の評価は異なることが知られています。スマートフォンなど携帯端末のアプリを利用し、医療者が患者さんの状況をリアルタイムに把握し対応するものが E プロです。近年では肺がん患者さんを対象とした研究で、 E プロ利用者の生存期間が延長したことも知られています。こんにちは、アナウンサーの笠井信介です。私は悪性リンパ腫という血液のがんステージ4を何とか乗り越えまして社会復帰したがんサバイバーでもあります。この動画では、厚生労働省科学研究費で3年にわたり E プロの研究を進めてこられた東北大学大学院医学系研究科医学部医学統計学分野教授の山口拓弘先生をお迎えしまして、社会にとっての E プロの意義について最新情報をお話しいただきます。山口先生、よろしくお願いします。東北大学の山口です。ここでは社会にとってのプロ E プロの意義について説明したいと思います。まず PRO プロペーシャントリポーティッドアウトカムですが、患者さん自身の回答について臨床医や他の医療者等と誰の解釈も介さずに、患者さんから直接得られる患者さんの健康状態症状に関するすべての報告を PRO プロというふうに呼んでいます。特にいいエレクトロニックがついた場合ですが、これはプロを電子的に取得する、例えばスマートフォンなど携帯端末を通じてリアルタイムに患者さんの健康状態や症状などを医療者に伝えること、これを E プロというふうに呼んでいます。スマートフォンの入力画面の一例になります。一番左、例えばですけれども、普段の活動についての今日の状態ですね。一番上がですね、下の方を見ていただくと、一番上が活動を行うのに問題はないと、そこから一番下が普段の活動を行うことができない、大きく5段階で患者さん自身が自分で自分の状態をチェックして、それが医療者に伝わる等々、こういったような形で E プロが利用されます。ここでは社会にとっての E プロの意義、 PRO E プロの意義ということで、まず大きく2つの側面から説明したいと思います。一つは、まずは個々の患者さんの管理、これは主として患者さんあるいは医療者の方が一番関わってくる部分かと思います。患者さんと医療者の方ですね、患者さんが入力した E プロのデータ等々を見て共有しながらですね、データ共有しながら、その治療方法等々の意思決定をしていくといったようなところ、それから患者さんの PRO のデータに基づいて患者さん個人個人のニーズに合わせてケアを医療者が考えていくということ、モニタリング、あるいは実際 E プロ使って医療者等々とコミュニケーションすることで、患者さんと医療者の間でのさまざまなコミュニケーション等々が促進されるということになりますし、そういったことを通じて患者さんの問題の早期発見、あるいは患者さんの予後が改善されるということにもなります。あるいは必要に応じて専門家へ迅速に紹介したりとか、不必要な外来を減らすとか、さまざまなメリットがあるというふうに考えられています。ではもうちょっと広げてですね、社会集団の健康管理としての E プロの意義というのはどういうふうに考えればいいかということです。これは規制当局や政策立案者ですね、その他さまざまな方々、ステークホルダーの方々が関係する部分になるかというふうに思います。一番大きいのはやはり医薬品とか医療機器、治療法開発にきちっと患者さんの声が反映されていくというところかなというふうに思います。いろんな医薬品等々が開発されて、
その開発の計画段階、あるいはデータ取る段階、あるいは実際に臨床試験の被験者になっていただいて、患者さんがさまざまなデータを提供する、そういったようなところで患者さんの声がきちっと反映されると、それが最終的に医薬医療機器の承認市場に出て、最終的には集団に還元されていくと、日本人全体に還元されていくというところかなというふうに思いますし、そういったようなデータがいろんなですねガイドラインに使われたりとか、あるいは広い意味でいろんな技術評価、あるいは e プロまだちょっと保険証官は取ることができていませんが、そういったようなところへの情報提供にもつながるというふうに考えられておりますし、また e プロのデータ、プロのデータだけじゃなくてですね、オミックスあるいは遺伝情報のデータ等々と組み合わせて、さまざまな情報を医療者患者さん等々と共有することができるといったような形で、これも集団に対してもさまざまな利点があるというふうに考えられています。以上まとめますと、患者の声を現実のエビデンスに生かす PRO 患者報告アウトカムの重要な役割としましては、プロというのは患者さんから直接報告された健康状態症状を表しまして、日常のケア等々において患者さんがどのように感じ、どのように機能しているかと、動いているかということを把握する可能性を提供しています。それらに基づいて患者自身、医療者の方々、医療サービス提供者等々が有用な情報を得ることができるということになります。プロのデータがなくてはですね、実際の患者さんが現実の世界でどのように治療を経験したかを反映したエビデンスは当然得られません。一方でこれらのデータが有用であるためには、プロの収集の仕方ですね、あるいは集計の仕方、分析の仕方、あるいは報告の方法等々、やはり標準化、きちっとですね統一した形で行うことが不可欠であるということも申し添えておきたいというふうに思います。そういったような標準的な PRO データを取る収集ツールとして、やはり ePRO、 統一化された ePRO というのは非常に重要であるというふうに考えております。じゃあ次のステップへということで、今申し上げた通りですね、収集とか分析報告方法をどういうふうにしていくかということ、それから DX と書きましたが、この分野でもさまざまなデジタル化が進んでおります。いろんなモバイル機器を使って健康状態を収集するようなモバイルヘルス、あるいは電子カルテと ePRO のデータですね組み合わせて、患者ポータルと申しまして、患者さんが電子カルテ、病院の電子カルテに入っている自分のデータとかですね、ePRO で取ったデータとかを自由に見ることができると、活用できることができる、あるいはオンライン診療という形で、遠隔でのいろんな診療にもePRO は有効であるというふうに考えられています。ただ一方でこういったようなですね、ePRO を用いる活動を進めていくためには、やはりいろんな関係者、ステークホルダーに関する動機づけとか教育活動が必要ですし、患者さんあるいは一般市民の方にいろいろとご協力いただくっていうのは最重要課題だというふうに考えております。最後、社会実装に向けてですね、ePRO でいろんな患者さんのデータ収集活用して、そういったような情報をどういうふうに患者さんに還元していくかという話で、一方で例えばマイナンバーカードなんかでもまだまだ全然普及してないような、こういったような日本における現実的な状況で、いわゆる情報格差みたいな問題がやはり生じているかと思います。患者さんにどういうふうに使っていただくか、どういうふうに情報を収集していくかというところ、そのコストはどこが持つのか、国なのか、患者さん自身なのか、それから PHR パーソナルヘルスレコードと呼ばれる、最終的には PRO のデータというのは PHR の一つというふうに考えることができるわけですが、こういったようなものをですね、患者さん自身あるいは社会へどういうふうに還元していくかというところが重要な課題でございまして、こういったようなことを考えていく上で、やはり ePRO をきちっと社会実装していくというのは非常に重要なことであると、我々の研究班では考えてこれまで活動してまいりました。引き続きこういったような社会実装に向けていろいろと尽力していきたいというふうに思っております。ePRO、社会に対してどういったような意義があるか、説明以上になります。ありがとうございました。今お話を伺いますと、患者さんが毎日このePROに自分のデータを入れると、これは
今の治療ということだけではなく、今後の新しい薬やそして新しい治療法の開発にとても有効なのだという、社会のためになるというお話でしたね。はい、どうしても PRO と言いますと患者さん自身の報告ということで、患者さん自身のためってだけにとらわれがちなんですが、そうではなくて最終的には社会へきちっと還元されていくというところもぜひご理解いただけるとすごく嬉しいなというふうに思います。これは新薬の開発などがスピードアップするってことですか？何かデータが、確かなデータが集まるとか、どういうところにいいんでしょうか？いろんな意味があると思います。確かなデータって意味では、これまではですね、いろんな有害事象、副作用の評価なんかは基本的に医療者だけで行われたものでして、見た目とかですね、なので話を聞いただけで、そうですね、なので患者さんのきちっとした情報が入ることで、やはりその、いろんな治療法の開発って意味 で、正しい評価ですね、治療法開発につながりますし、より効率的な情報が手に入るということになりますので、開発全体もやはりスピードアップするのかなというふうに思ってます。そのためには何が一番必要なんですか？社会のために生かすためには、これ、実用化を早めた方がいいってことですよね。そうですね、はい、あと、普及実装をどうしていくかっていうところが、この普及実装ってどういう意味なんですか？実際現場で使っていただく、まず病院等々で診療でですね、そのメリットちゃんとご理解いただいて、利用していただく、導入していただくっていうところからまずですね。研究の先にその地道な活動も必要なわけですね。はい、やっぱりいろんな障害要因ありますので、そこを一つ一つクリアしつつ、使ってみたらやっぱりいいものになったってことをご理解いただいて、ぜひ導入を進めたいなと思います。それぜひとも患者さんもそして先生方もやってみようという気持ちになっていただけるといいな、ということですね。そうですね、まずはそこからだと思います。はい、いかがでしたでしょうか？イープロの導入は患者さんや医療者には大変な利益があるというお話はありましたが、今回それ以上に患者さんの集められたデータ、それが新しい薬の開発や新しい医療機器の導入にも有益であるということが分かってきました。近年ではデジタル庁もできまして、医療の世界でも DX 化、デジタル化を早くしなければいけないという声がそこここで上がっています。そんな中でこの e プロの導入といったもの、本当に早く実現できないかなと期待してしまいます。